どうも、今回はですね、観光スポットの見つけ方をお話ししたいと思います。僕たちね、ずっと今日本一周をしてるんですけれども、うん、まあ、どうやって観光スポットとかね探したりとか、うん、お店とか、ところ、ね、そうそう決めてんのかなっていうのをお話ししていきたいなと思います、はい、結構ねありきたりっちゃありきたりなんですけど、うん、まあただね、やっぱ二人おのおの行きたいところがバラバラであったりとかね、そうやね、はい、まあ、どういう感じで共有してんのかっていうのを、うん、相手がどうやって探してるかって知らんからね、うんうん、そうだねまあおまきはなんとなくわかるけど、この県行こうと思ったら、うん、当然観光スポットは探したりとかすると思うんで、うん、まあ、同じ感じやとは思うんですけど、はい、まあ、僕たちはこういう感じで観光地探して回ってますよっていうのをお話ししていきたいなと思います。はい、はい、では早速、まあ、さっきもおまきちょっと言ったんですけど、うん、僕たちはとりあえずそれぞれ別々で行きたいとこ探してます、うん、もう勝手に、はい、はい、僕の場合はね、ネットがほぼほぼです。なんて入れて調べる？なんたら県観光地とか、うん、なんたら県穴場スポットとか、うん、そういう感じで Google さんに、はい、まあ、検索かけて、探すのがほぼほぼです。まとめサイトみたいな感じのやつを見る。ああ、そういうのもあるし、なんかベスト何位みたいな、うん、うんうん、それってでも結構ベタなとこしか出てこないから、うん、まあ、ちょっと穴場とか、うん、あとは Google マップで観光地とかで入れたらいろいろポポポポって、ね、出てきたりすんのよ。それはやったことないわあ、まあ、でもまあそこもねベタなとこ多いけど、うん、あれここどんな感じというのがねあるから、うん、ちょっといいとこあったら、うん、とりあえず行く行かない置いといて、うん、Google マップにこうピンをぴょんと僕はやるように、はいはい、しております、はいはい、探し方はほぼほぼそうかな、うん、俺はのネットと、まあ、マップとでしか俺は見てない、うん、なるほどね。そうで、なんかお店とかやったら、うん、Google マップ開いてそのお店までピンしたら、うん、そのピンのところに評価とかさ、うん、口コミとかもいろいろ出てくるやんか、うん、まあ、それをまあ一応参考にはしてやっております、うんうんうん、はい、おまきどんは、は、うん、まずその、うん、行きたい県の市町村を調べる、うん、ほー、すごいなその市町村ごとに探していく基本。じゃめんどくさいやん。めんどくさいけど県で行ってまうと広すぎて定番のところとかしか出てこない、うん、まあまあ確かにね。なんかそれこそ穴場みたいなところとかはそんなに出てこへんから、うん、ほんまを言うともっとちっちゃく、うんうん、市の中でもちょっとずつエリアがあったりするから、はいはい、それごとで調べたいんだけ ど、ね、それしとったらもうとんでもなく時間かかるから、まあ、まあ市町村ごとに調べる。ほうほう、市町村を調べて、はいはいはい、でそしたらなんていう土地かもわかるし、だいたいここら辺に困難があるとか、ね、この詩はなんて読むんやろ。ああ、それはめっちゃ思う、うん、俺富山県大半読まれへんかったね。結構難しかった、ね、なあ、難しかった。でももう今全部読めるなんとかしスペース、うん、観光で、はい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 、ネットで調べたらその市町村がやってる観光のホームページが出てくるわけですよ。出ますね。でそこにもう一覧として観光スポットが出てくるから、うんうん、はい、まあ、まずそこで定番のところ行きたいところを押さえて、はい、あとはインスタ、はい、インスタでそれも市町村のなんとかしとかって入れてハッシュタグ、ハッシュタグ、ああなるほどね、で調べる、うん、もうキリないからまあここら辺でと思うところぐらいまでそんな永遠に出てくる、やっぱり出てくる。あ、なるほど、ね、結構広いところとかやったら特にインスタな、俺もちょっとやってみようかな面白そうやなそう、うん、その方が、うん、いろんなのが絶対出てるから、まあ、まあ確かに個人の人が行ったやつとか上げたりしてるわけやもんな。観光地じゃないけど、うん、ここちょっと景色いいところやでみたいなとかあったりとかするから、なるほどね。それで、うん、さらに穴場のところを見つけてるから あとインスタで言うと、うん、なんとかしカフェとかって入れたら、うん、もっと絞り込んだやつが出てくるから、なんとかし絶景とか、はい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 、まあ、確かにね、カフェ行くときは大体おまきが調べたとこがあるね。そうや、うん、インスタで調べたって言うもんな、いつもそれな、うん。ほとんどそうやね。市町村入れたネットでネットサーフィンするか、うん、まあ、インスタで。ネットサーフィンあんませえへんね。そう、ほんまに市のホームページだ。ああ、だけ？ホームページだけ。あ、そうなんや。ネットは基本。ああ、そうか、なるほど、ね。ほとんどね。チラッとは見るけど、他のも。うん、でも、大体そこにあるやつしか載ってないから、はいはいはい、ほとんどネットはそれだけ。あ、そうか、うん、なるほどね。で、その市町村のエリアごと、市ごととかちょっと大きくなるから、うん、エリアごとにリストにして Google マップで、エアドロップでプンって送る、はいはい、僕のところに送られてくるやつ。そう、おまきはその Google マップとか何もしてない。Google マップはほとんどせん。何もこう行ったとことかのこう言うた行った奇跡みたいなのはないの。行った奇跡はない。一切ない。足跡は何も残してないの、うん、うわー、損してるわー。そう、あ、いやいいけどな別に。いや、なんか行ったところとかさ、うん、あ、ここそういえばここ行ったなみたいな、うんうん、でまたなんか行ったところ、例えば車中泊したところとかあったら、うん、ピンの色とか書いてるから、うん、車中泊したところは車中泊したところ、うん、観光スポットは観光スポットでやってるから、うんうん、
またこう行った時とか、あ、そういえばここ泊まったことあるなとか、なんかあるやん、そういうの、まあまあ、とか、ここ行ったなとか、ここ行ってないなっていうのが一目でわかるから、まあそれは便利かなと。で最近さ、うん、トリマっていうさ、アプリがあるんですよ。ポイ活のアプリやね。何活？ポイント。ポイ活って。そんなん知らんでみんな。そう、言い方は。だいぶメジャーやと思うんですけど。いや。ポイントをね、貯めて、うん、こういうね、走った距離によって、そう、移動した距離によって、うん、そのタンクが溜まっていって、そうそうそう、それに応じてポイントが溜まる、溜まっていくって言うんやけど、俺はどっちかというとこのポイントっていうよりも、うん、あのね、ログがあるんですよ。まあ、例えば4月の22とかやったら立山に行った日なんですよね、うん、ほんならもう立山に行ったこの記録が全部残るんですよ、僕たちが行ったところが。これがまたちょっと面白くて、で何キロ走ったとか何キロ歩いたとかっていうのがここで全部出てくるんですよね。それがすごい旅をするのに面白いなと思って僕はそれで使ってます。はい。脱線の仕方がすごい。いやいや、じゃあこれおもろいな思って、これはちょっと紹介しとこうと思って。そうなんやけど、いやこれいいな思って、はい、そうやけど脱線するよ。あと調べるって言うたら、うん、インスタとかツイッター YouTube のコメント、ああここあるよ、そう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 そこをさ、やっぱね、そういうコメント一番でかいよね、うんうん、まあいけるいけないは置いといて、うん、やっぱそういう情報はやっぱ自分たちも欲しいし、ね、うん、マップに入れてねピンシャしてもらってます。あと道の駅の情報コーナー、あー、はい、パンフレットずらーって置いてあるもんね。めっちゃパンフレットあるし、結構地域密着やん、道の駅やから、うんうん、だから全然調べても出てけへんかったようなところが結構出てきたりとかも、そうそう、なんでこれ出てこへんかったっていうのがめっちゃ真ん中に置いてあったりとかたまにあるからね。そうなんよ、あるから結構それ、しかも割引のなんかあったりとか、あ、ついてたりする、ね、うん、あるから結構道の駅の情報コーナー見るようにしてます、うん、はい、はい、であとはもう現地の声やね、うん、うん、まあそこが一番強いけどね。なんや言うて、やっぱ住んでる人の声がね、一番大きいけど、まあそんなやっぱね、今の時期もあるから、そんな積極的にこっちが話しかけるってこともないし、あ、それはないね、うん、あんまりなんていう、人と交流しに行ってるわけじゃないからね。まあなんかご飯食べに行った時に、うんうん、たまたまちょっとレジの人とかが、うん、あ、ここ行ったみたいな、うん、ここ遠くから来てるんやったら、はいはい、あそこおすすめやとかって教えてもらったりとか、うんうん、っていうことが多いですね。はい、うん、まあ、意外とだから道の駅の情報コーナーは結構強いかなと、そうやね、はい、思いますね。まあ、たまにないとこもあるけどね、もちろん、うんうん、でなんか地域密着な感じで、うん、すごい、そのでも地図になんかこことかって書いてあるところが多くて、うん、わかりやすいし、うん、めちゃいいと思うわ、うん。まああとベタなのはなんかテレビで聞こえてきて、うん、ね、今後行くとことかやったらなんか聞いたやつをちょっとペット入れとったりはしてる、うんうん、確かに。でもそれは結構前からしてる、うん、テレビとか、まあ、YouTube とかもそうだけど、うん、外から聞いたやつ全然予定が先でも、うん、あ、かるかる、あ、ここ行きたいなと思ったらメモするようにはしてるかな、うんうん、してるね、うん、確かに。僕もだから今そういうので行ったことないとこもね、うん、Google マップこんな感じでね、もう結構ピンがぴゃんぴゃんに埋まっとるわけですよ、うん、行ってないところもいっぱいこうやってるから、うんうん、でやっぱ行ったとこ多いよね、ピンが、うんうん、っていう感じですね、はい、はい、まあ、こんな感じで僕の Google マップにこう行きたいところを入れていってるって感じになります。そういうこと、はい、っていうのも、うん、僕がその行くルートをある程度決めることが多いからっていうのは、うん、そうやね、あるかな、うん、まあおまぎはどうしてもここが行きたい、ここは外したくないっていうところは、うん、まあ先に言っといてもらって、うん、次の県の向かうまでのルートとかは、うん、まあ自分で考えてある程度ね、うん、そのピチッとは考えへんけど予定は未定ですから、はい、大体こんな感じで行こっかな、うん、そうそうそう、なおまぎがだから聞いてくるのが次どこら辺行くっていうのを聞いてくるから、うん、なんかそうやったらそこ探すわみたいなね、うんうん、感じで2人で共有してるようにしてます。はい。はい、まあ、で、基本的にね、まあ、時間制限はないと言うてても、うん、まあね、そんなんやってたら多分、一軒めちゃくちゃおらな。何ヶ月も。そうそう。私1年とか言い出すぐらいのレベルになるからね。わし、死んでまうから。47都道府県行く前に。まあ、そうなるとまずいんで、うん、どうしても行きたいところはまず中心に。うん、カフェとかもそうやし、観光地もそう、うん、まあ、例えばその道中とか、うん、日にちが空いたとか、うん、っていう時にまた別のとこをこう、うんうん、行くようにしてます、はい、だから多めには観光地探してるけど、うん、そこを全部行くわけではないというね、そうやね、はい、感じですね。お店とかもそうやし、観光地とかもそうやけど、うん、定休日あったりとか、そう、ね、うん、結構ねタイミング合わずに行けなかったとこもまあ正直あるのよね、結構ある、そう、この日行こうとかって言って、うん、やっぱどうしても僕たち土日は外すんで、うん、行かないようにする
から、うん、火曜日2個か入れて火曜日がもう定休日やった、うん、だったら正直もう諦める、うん、パターンも結構あるよ ね、 そ, うね。それがどうしても行きたいんやったら1日ずらしたとか、うんうん、まあこれはね僕たち日本一周してるから、うん、まあできることかなと、うん、そうやね、思います。休みがここからここまでしかないとかってなるとなかなかそういうわけにもいかへんから そ, う、ね、そういう時はもうしっかり言って決めて定休日は徹底的に調べていかないとじゃないとなかなか難しいからね、うん、まあそんな感じやね、まあ、自分たちのこの生活ならではのええとこかなっていう、うん、そうやね、はい、気がしますね。結構、はい、まあ、そこは気ままにいけるかなっていうのは、うん、思っております。はい、はい、まあ、あとあれやな、グルメ関係ね、当然新潟やったら新潟名物、富山やったら富山名物とかって調べたらいっぱい出てくるから、うん、県とかの中でもその地方によっての名物とか色があって、うん、まあ、俺たちが聞いたことあるようなのもあれば、うん、何これ聞いたことないわっていうのもいっぱいあるから、うんうん、まあ、そういうのはね、行けるタイミングで行くって感じやね。そうやね、全部行くとね、どうしてもこれがそう、全部は食べられへんから、どうしても食べたいやつに絞って行きたい店を探して、うん、はい、近くを通るときに行くっていうスタイルですね。はい、はい、そうですね。月に1回ぐらいタイミング合えば居酒屋行って、うん、まとめてご当地のものを食べるっていうこともちょっと最近やり始めたかなっていう感じだね、そうやね、うん、静岡あたりから、うん、っていう感じでございます。はい、はい、まああと最後にあれですね、やっぱ2人で行くっていうところで、うん、お互いがどうしても行きたいところは外さず行こうというのは、うん、はい、せっかくここまで来たのにっていうのは、まあ、おまけやっぱりどうしても結構カフェ系が好きやから、ここは行きたいっていうのは行って、うん、まあ、僕は結構ねグイグイ行くタイプやから、はい、もうここ行くであこ行くでという感じで、でおまけがやっぱ行きたそうなところもね行かないと楽しくないやんっていうね2人が楽しいようにしたいんで、引き続き僕たちゴールデンウィーク明けも山形県スタートしますんで、はい、山形県のいいスポットがあれば教えていただけると僕たちすごく喜びます。はい、まあ、山形県はね日本で一番ラーメンの消費量が多いという県らしいので、ちょっとラーメンはいただこうかな思ってます。今日も食べたけど食べたけどね、まあ、ラーメンね、その山形名物ラーメンっていうのは、うん、ちょっとまだ調べてへんから分からへんけど、果たしてそんなものがあるのかどうかっていうのは、うん、ありそうだけどね、ご当地ラーメン。あのね、やっぱ思ったのは、うん、どこ行ってもあるな、ある、今のところどこ行ってもあるご当地ラーメンな、うん、あるある。はい、そんな感じでね、今後こういう生活するのやったりとか、旅行行く時とかのね、うん、行きたい場所を探す時とかの参考になれば、うんうん、いいな思ってます。はい、はい、今回の動画どうだったでしょうか。どうぞー。 YouTube 以外にも Twitter、Instagram もやってますので、ぜひご覧ください。はーい、旅暮らしショップもよろしくね。はい、ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。